あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さん、こんにちは。2021年3月22日、今日は月曜日ですね。ですね、今日は晴れてきました。さあ、キジトラさんいますかね。今日は今11時頃ですね。あ、いたいた、キジトラさん。やっぱりお天気屋さんですね。ほら。今日、再び、ほら、キジトラさん、再び、はい、動画の途中失礼いたします。387話、キジトラさんのですね、冬場の臨時便になります。時間帯は午前中ですね。午前中って言ってもね、もう11時頃でしたね。もう朝からお腹空いてご飯もらってなかったのかね、もうしびれを切らしていましたね。にゃー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 怒られてしまいました。最近ちょっとキジトラさんですね、ダンスに夢中じゃなくてまたたびに夢中になっております。それではこれからどうなるのかね。それでは動画をご覧ください。再び入りました。今日も再び入りです。また旅ですね。ほら、また旅。再びだよ。やだ、画面が。はい、動画の途中失礼いたします。キジトラさんですね、ちょっとまた旅に夢中になってしまいました。しかしながらですね、野良猫もいてね、なかなか
夢中になる暇もありません。まあ、とりあえず今日はですね、いつもよりよく食べてくれました。キジトラさんも無事にですね、配達に来ました。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。失礼します。